どうもこんにちは、フォーシーズンズデザインラボ、代表の山下です。今日は会社からルちゃんもうだいぶ車で運転してきたって言っても、ここどこですか？ここはタルマイガロータルマイガローってもうこんなとこいいのっていうぐらいね、無事到着しましたけども、今日はこれですか、長靴43ディグリースの長靴を、なんと今日は全然雨降ってないんですけども、リバートレッキング、この長靴履いてリバートレッキングをしに来ました。じゃあもう札幌今日34度か5度ありますけども、じゃあ今日も実験していきますんで、よろしくお願いします。はい、到着しました。景色もねすごく綺麗なんですけども、ちょっと険しいところね、ちょっと降りてきました。やっぱり涼しいね、全然なんかもう本当に爽やかな感じ。じゃあルイちゃん、はい、これからちょっとじゃあ長靴履いてリバートレッキングをやってみたいと思います。でこちらの収納袋に入っている、43ディグリースの、新しいメンズの長靴、こちらちょっと使ってみます。どっちかって言ったらね、ビジネスの通勤用に使うっていうよりは、こういったところねトレッキングしたりとか、あとは作業とかするときに、使える長靴なんで、ちょっとこう武骨な感じで、こういう後ろにはイミテーションの金具がついてます。はい、じゃあ早速履いてみます。はい、こんな感じです。あ、皆さん見てください、この景色、めちゃめちゃ幻想的な感じ。なんかね、岩場にはこう苔がねすごいんですよ、この辺も。ちょっとね、最近ちょっと流行ってるこの綺麗な、景色で、ちょっと浅いねこういう川で、リバートレッキングちょっと歩いて、見たいと思います。早速行きます。もちろん長靴なんで水が当然浸水しないような、そういう検証も兼ねてますけども、結構ね冷たいんですけども、やっぱりねまだ足の体感的には全然伝わってこないですね。やっぱりまだまだ行きますよ。全然歩きやすい。やっぱりソールもきちんとこうグリップを引いて、仕様にちょっと変えてるから、完全オリジナルのソール作ったんですけども、それでめちゃめちゃ、こういうイヤバ歩く時にも全然滑りにくいですね。結構長いですか？流れありますね。流れプラス結構深い。ちょっとルジャの方も気をつけてくれ。ルジャの方も気をつけてくれ。やっぱでかい人が多い。あ、蜂みたいなのが。マジで。やばいな。なんでこんな腰ったこ。じゃあちょっとルジャそこで待っててよ。はい。戻ってみます。はい。はい、結構的に行くからね。